するしない、クリスマス2018、はるちゃんメリークリスマス。メリークリー。さあ、麻雀するしないでは、これだけのクオリティにしかなりませんでした、クリスマス。はい、かわいい。知ってろ。こんくらい。すごいですよ、100円ショップ。かわいい。100円ショップ。今の100均すごいね。なんで、歯間ブラシそれ。何それ。すごいね。クリスマスツリー。やばくない？でもね、愛子とはるちゃんのためにとケーキを用意してくださいました。すごくない？でかいよこれ。早速ケーキは食べていこうと思います。開けよっか。開けよう開けよう。今年はどんなケーキをスタッフが。あーあー、はい、はるちゃん引いてって。すごい。ダダ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 ダじゃーん。イエーイ。なんて書いてあるの？なんて書いてあるの？メリーメリークリスマスルしないです。ルしないしか書いてないから。メリークリスマスルしない。これ書く人も戸惑ったからね。はは？ルしないでお願いします。ルしないみたいな。どうでしょう、これさ、取り分ける皿はあるけど、そう、お皿かわいいんだけど。これはない、これはないよ。お皿かわいいんだけど。ドミヤキンです。かわいくない。じゃあもう持って帰り、持って帰り。これ今からケーキ食うのに、うん、バック入れ、バック。これだってあれでしょ、カットナイフはないやつでしょ。うちにはそんな予算はない。ない、はい、ない。でも直で行こう。行こう行こう。いただきまーす。生クリーム大好きなの、私ね。もうね、生クリーム飲んで生きていきたいってずっと言ってたの。いつもね、生クリーム飲みたいって。生クリームずっと飲みたいってさ。いただきます。うん、いいね、程よい甘さ。いちご、うまい。いちごからいく派。うん、どう？うまい。めっちゃうまいじゃん。うまい。ちょっと2、3本食べるね。私もうクリスマスということでね、はい、世の中の男女はどんな風にこう過ごしてたり、聖なる夜、そうそう、イメージ聖なる夜、どんな風に過ごしてて、うんうん、どんな風に思ってるのか、うんうん、色々検索してみました、うん、そしたらなんとクリスマスに特別感を求めている20代女性はなんと9割5分、うん、でしょうね。どうだった？あ、ごめんね、結構昔のこと聞いて。20代ね。20代の女性だった時、うん、はい、どうだった？仕事してましたね。そうなんだよね。そうなんですよ。何歳からプロだっけ？25?26?6 か。私22からプロなんですけど、うん、20代ほぼ、うん、麻雀プロじゃん、うん、仕事だったよね。そうなんですよ。で、世の中のね、男女は、うん、男性と女性、うん、どんな風にクリスマス過ごしたいですかっていうので、うん、これね、ほぼ一緒なんだよ。え、何がしたいか。何したい？1位なんだと思う？イルミネーション見に行く。うー、食い気味。2位。あ、2位なの？どっちも2位。え、いいじゃん。1位。お家でパーティーする。あ、それ3位。1位。もっとほら、もっとほら、出かけたいじゃん。ディズニーランドに。なんでだよ。ディズニー半端ねえな。そこやばいんですわ。違うよ。え、違う違う、レストランで2人きりのディナーを楽しむんです。はいはいはい、なんか素敵なね、クリスマスメニューみたいな。そう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 、そうコース料理みたいな。で、予約したよみたいな手と、で、デザートにこんな感じの、そう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 、クリスマス記念写真いかがですか、バッチリみたいなやつよ。ね、それ一連の流れ、それ。なるほどね。そう、それが多いんだって。クリスマスね。あ、でもそんなレストランで、はい、男性と女性が重視する項目はちょっと違うみたい。はい、え、違う。男性。何一番大事にする？レストラン。レスト、夜景。男性1位。夜景、景色が綺麗が男性1位の。お、女性は、うん、おしゃれであること。おしゃれな店が、店がおしゃれである。だいたい焼き綺麗なお店はおしゃれだよ。大丈夫だよ。全然平気。クリスマスディナーにいくらかけれる？
んですよ。高い。予約取れないし高いよね。そう、夜景も見えるおしゃれなレストランでクリスマスメニューがあったら高い。起きたほうが行く。出せる、出す、相手方に出していただきたい。なんかクリスマスメニューとか、うん、クリスマスディナーじゃなくてもいいかな。でも作りはしないの？その日に作りはしないの？作るのもいいかな。だってチキン焼くのも無理だし。チキンは買いたいね。でしょ、うん、でケーキ作るって言ったら買った方がうまいし、ケンタッキーにまず頼りたいよね。ケンタは食べたい。美味しいよねケンタッキーね。ケーキはね絶対食べたいの。ケーキは食べよう。そう、ケーキは食べさせてくれたら別にあとはクリスマスプレゼントくれたら、あと物ね物ね、物くれたらもう私はいいかな。私シャンパン飲めれば。あ、シャンパン飲みたいって書いてあった。あ、本当？シャンパンは飲みたいかな。いつもそんなね、シャンパンやワインで乾杯とか。そう、普通にワインとか飲まないから、全部飲まないから、うん、なんかこういうシャンパンっておしゃれなのが。わかるわかるわかる。あれをチンってやりたいっていうのもある。チンってね、ルネッサンスみたいなのだよね。こんなでっかくないわ。シャンパンも飲まないしな。そうだね。オレンジジュースでいいな。麦茶とかでもいいし。麦茶。そう考えるとお金かかんないでしょ。プレゼントだけだよ。プレゼントお金かかるやん。でもそんな高価なものにならないよ。本当？なんか欲しいの？今年欲しいものはね。結構でも手に入れたの。ルンバもゲットしたし。そうだね。あ、間接照明欲しい。生活が豊かになるもん。もう箸置きゲットしたから、うち。ランチョンマットも。うん。間接照明まだないね。あともう用途がほとんどそれしかないような上につける電気とかもし、なんかもうこれさ、テラス力弱くないみたいなやつでいいから、おしゃれなこういうなんかライト系とか。5つか。え？5つかを毎日毎日毎日つか。つけるつける。でも違うんだよはるちゃん。なんか欲しいもの何なの？間接照明いらないって終わっちゃうかよ。いらないんだもんだって。じゃあ何欲しいの？はるちゃん。欲しいの？何もらったら嬉しいの？言ってみ。指は。重い。重い。うわー。間接照明の方が軽かった話が。もうそれやばい。はるちゃん。シャンパンのグラスにこう。こういうやつ、こういう、そういう女やる。やべえ。この元気の中にこう、ガリガリみたいなやつ。ああみたいな。飲み込め。いやだ。え、エンゲージの話でしょ。やべえ女じゃん。そんなダイヤちっちゃくてもいい。ダイヤは今日がいいけど、そんなやべえじゃん。何それ。うわ。でもこれ全部終わって。クリスマスの利用の仕方がえぐい。私の方が絶対可愛い。ピンク色の光って照明のがまだ可愛いって。だってさ、なんでおしゃれなとこ行きたいのかって言ったら、なんかするためでしょ。え、これ全部プロポーズなの？違うな。いや、クリスマスとかもあるって、絶対。そうか。うん。どうせ愛ささやくんだから、好きだよ、みたいな。愛してるよ、みたいな。それを恥ずかしくないためにおしゃれなとこ行くね。家で言ったら恥ずかしいべよ。いや別にそんな愛子求めてないなんかこれ乾杯好きだよってもうみたいな。なんでなんでなんでどんどん高い声出ないもん。無理だよ。シュワシュワしてるってなるよ。あ、じゃあもうはるちゃんはクリスマスにあのプロポーズ系を求めすぎちゃってるってことか。要は今んとこね。いや今んとこってか多分変わらんしこれ。でも来年も再来年もずっと同じ。ちょっと待って、再来年結婚してないの私。いやじゃあなんかそっか、女の子のクリスマスってちょっと普通のクリスマスとかなんか他の記念日とかと違う、なんて言うんだろう、なんかプラスアルファを期待してる女子も結構いるってことか。怖えな。世の男性聞こえました？あなたの彼女もそれを求めてるかもしれない。求めてますよ。でもさ、それはさ奥さんとかでも一緒でしょ。そう、なんかシャックされたいとかは。そう、一緒よ。何、どうしたらいいんじゃ。ちょっとアドバイスしてあげよう。こんな怖い女いるんでしょ、だって怖くない。世のさ男性で、あの一人の方もそうだし、彼女いる方もそうだし、奥さん子供がいる家庭。いや子供がいたらいいのよ。でも子供がいたらさ、子供がいたらさ全部子供に行っちゃうのはさ、子供に行っちゃうね。これは違くないか。でも子供が寝て
てっからなんか卑猥の話違う首に渡されるプレゼント。ああ、なるほど。夜9時以降とかね。はるちゃん妄想がすごすぎる。忘れてなかったの。いや、あんちゃんまず相手からどうにかしなきゃいけない。はるちゃん子供もいねえし、全部なんか間違ってるけど、いやすげえ準備だけすげえな心の。それがいいじゃん、子供にはいろいろねケーキ買って、うん、買って、そうね、おもちゃ買ってあげて、そう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 、ワイワイって言って寝ちゃったね、うん、ってなった後にプレゼントどうしようか。だってはるちゃんそこら辺の野にされてる鼻つまんできてこれでもいいでしょ。でじゃあもうたらいも硬いし楽だしもう、ね、なんで楽でいいからちゃんとなんか内緒でこうなんかちょっとしたプレゼント欲しいわけで。サプライズはね、いやサプライズは好きだけどさ、サプライズされてもそれが自分の思ってたものと違った時にどうリアクションしていいかちょっと私できないんだよ。え、全然いいじゃん。え、違うんだけどって、なっちゃうじゃん。ならない、あれじゃないんだけどって、ならない。すごい私のために考えて選んできてくれたんだなって思って。すげえいい女じゃん。せやろ、なんで残ってんの売れ残りみたいなんじゃないよ。値引きシール貼られるね。クリスマスケーキってさ、すごい時間超えた瞬間にさ猛烈な半額始まるよね。あれじゃん、カップルが憧れる過ごし方、うん、はい、イルミネーションを見に行く。そうでしょ、やっぱりね。ほら、高級ホテルでのロマンティックなお泊まり、ね、やったことねえよ。ホテル探検っすよこの時期。クリスマスこの時期やばい。そうなんだ、うん、素敵なバーでクリスマスを過ごす、うん、車で遠出をしてドライブデート、うんうん、あー夜景を見て回る感じね。あるよ、どこ行っても混んでるから。あ、でもやっぱあれだね、二人きりで過ごすんだね、みんなね。すごい、みんな仕事じゃないだな。私今年も仕事よ。クリスマスに財布取るんだよ。なんか麻雀の記録取るのよ。言ってたね、この前ね、まさしさんがね、うん、日向愛子の使い方、日向愛子クリスマスに財布を取る仕事をさせるっていう斬新だと思わない？やばいよね、8年目選手よ代表はね、それやらないでこうやって見てるから、なんかね、しょうがないよね、代表は。そうだね、なんかあれだね、クリスマスの明るい話しようと思ったらどんどん暗くなってっちゃうね。そうね、クリスマスマジックから、うん、ちょっとね、周りの幸せオーラに当てられるんだよこの時期はね。さあ、でね、うん、今日クリスマスですよ、うん、はるちゃんね、夢とか、なんかクリスマスの話いっぱい聞けてね、うん、今日は愛子と過ごしてくれてありがとうってことで、うん、愛子クリスマスプレゼントを、はるちゃんに、なんだろー、買ってまいりました。あー、嘘、ひなサンタ、本当だよ。やだー、さあ、じゃあよかったら今開けていただいて、ありがとうございます。ね、なんかもらっちゃった。やっぱクリスマスだからね、嬉しい。はるちゃんにもハッピーな出来事をと思って、やったー。皆さん準備したよ。ん皆さん準備したよ、開けてごらんなさい。なんかなんだろう、クリスマスっぽい色が入っているよ。開けて、なんだろう、帽子かな、帽子かな、帽子かな、帽子持ってるよ、帽子ここにあるの。使ってアイコが選んできたから、ひもはるちゃん、メリークリスマスおめでとう。これ何、いつ使えばいいの。なんかすごいクリスマスっぽいひもパンを買ってきました。これすごいんだよ、だってここに太ももが、見て、ここ太ももだからね、やばい機械に入るでしょここ太ももだよ、やばい。で、後ろがもうそよ風が全部通るみたいな、スケスケですわ、これやばいよ、やばい。よかったらはるちゃん今着替えてきて、いや今は無理だろこれ今着替えてきてもらってもいいけど、なんかいろいろやばいことになりそう。ありがとうございます、動画の時履いてきてね。ありがとうございます、履いた時に言います、見せられないけど。じゃあクリスマスはね、みんなも好きなお友達だったり、はい、家族だったり恋人と過ごしていただき、はいはい、プレゼント交換だったり楽しんでもらえるといい一日の思い出できますから。楽しい一日になったわ。そう、一日になりましたから。よかった、大丈夫いろいろ語った結果最後赤い紐パンもらうっていう、いいねいい一年の締めくくりだわじゃあクリスマスみんな楽しんでね動画ご視聴ありがとうございました、バイバーイ。